ちょっと今日はですね、ララポート岩田に親子連れの方が多いので、ちょっとお二人の小さい頃の話なんかも聞きたいなと思うんですけど、いいですか？はい。いいですか？はい。まだサッカー少年も来てるということで、ちょっとサッカーを始めた年齢とか覚えてます？5歳。5歳ぐらい、はい、やっぱ兄弟の影響とかそうですね、兄がサッカーやってたんで、まあでも自分サッカー興味なくて。あ、そうなんですか、はい、最初から大好きだったわけではない。無理やり入れられました、親に。あ、そうなんですね、はい、そこから今に至るっていうのは最初がそうなんですね。そうですね。川端選手は何歳から？いや、わかんないですね。なんかキャプテン翼見て好きになったっていうのはわかりますけど、わかんない、定かじゃないぐらいの頃から。小学校1年生ぐらいだったらもう記憶ありますか？やってた記憶。あ、あります、あります。リフティングとかどれぐらいできたとか覚えてます？リフティング、どんな練習してたの？小学生ぐらいの時って、なんかどういう風に練習すればうちの子はサッカー選手になれるんだろうって思ってる親御さんもいっぱいいると思うんですよね。それはもう川又が全部答えてくれます。いや、俺変わってたんで。変わってる。いや、俺変わってたと思う、小学校の時から。どんな子だったんですか？いや、なんか例えば、まあ、家の前がなんかこう砂利だった。砂利っていうか、なんかこう石がいっぱい、はいはい、なんて言ったらいいかな、まあ、なんか石がでっかいのがあったり、土だったり、なんかこうデコボコしてて、なんかそれでドリブルしたら、なんかいろんな方向行くからボール瞬発力上がるんじゃないかとか。え、小学生というかそんなこと考えてたんですか？そうそう、あの絶対嘘でしょ。いや、ほんま小1でそんな考えます？いや、ほんまに俺変わってたんですよ。へぇ、犬の散歩しながらドリブルとかやってたし。え、田舎やったんだよ、俺。愛媛県でしたっけ？愛媛郡。もう、愛媛郡じゃないね。漁師高校。漁師高校でもない。漁師高校でもない。小松高校。小松高校。小松高校。僕の家の近所は、もうほんと車1台通れるかぐらいの道とかもあったんで。へぇ、だからそこに車なんて絶対飛び出してこないっていうのは分かってるから。とかね。でも犬の散歩しながらドリブルしてる子はちょっと見たことないですよね、やっぱりこの辺では。いや、この辺危ないですよ。普通に。だってオレンジなんて本当もうやばいよ。今の実家はそのあたり、やばいあたり。でもやばい、やばい。やばいって言ったらいかんけど、やばい。田んぼしかないもん、俺の周り。そういった環境が逆に、なんかそういうちょっと変わった環境でも、どんな環境でもサッカーしちゃうぞみたいなのが自然に育っちゃったんですかね。まあそうですね。なんかこう、いろんなもん見つけて、なんかそれをサッカーに当てはめてたみたいな。バスケットゴールにループシュートして遊んだりとか。面白いですね。でも発想が豊かというか。そうだ、なんかその遊びで全部覚えたし。俺だって高校生までなんかそのまともな練習したことなかったんで。え、高校までですか？てかプロに入るまでかな。どういう練習したんですか？犬の散歩。いや本当にだって俺小学校も普通の家のとこやし、中学校も普通の中学校やし、高校もだって家の近所の高校。俺ここ行くとこなかったから。で、まだ本当に高校なかったんで、とりあえず小松高校選んだんですよ。え、小松高校は地元で有名な教育サッカーの高校。いや、本当もう全然とかではなく、うん、へえ。だってもう幼馴染が何おるんかっていうぐらい、みんなやっぱこう近くに行くから。あ、近くに参考しかなかったんですよ、高校は。チャリで行けるね。へえ。で、そこからどういったきっかけでプロになったんですか？まあ、それはわかんない。そこ濁す、いきなり。いや、わかんない。いきなり濁しちゃった。プルアウェイも知らんかったし、俺。え？プルアウェイも知らんかったもん。プルアウェイっていう動きの、はい、こういう動きの名前すら知らんかったし、俺。なぎさくんはもう、小1ぐらいから知ってました。何ですか？プルアウェイ。全然わかんないです。はい、あ、じゃ知らなくても大丈夫。知らなくても大丈夫。これネオタイガーショットとドライブシュートぐらいしか知らない。本当に、マジで。漫画の世界。いや、漫画の世界しか知らなかった。キャプテン翼の世界ですね。プロのチームも知らなかったし、俺。へぇ。
ある意味でなんかピュアな、ピュアな感じでもう育ってきたんですね、じゃあ。いや、まあ、多分自然に。自然に囲まれて。はい、ナチュラルで。じゃあどんな環境でもやっぱり。関係ないです。関係ないってことなんですね。いや、まあでも羨ましかったですけどね。小学校からやっぱプロのサッカー教えてもらえるって相当羨ましいですけど、あんま関係ないですね、俺は。でも逆にその自由な発想が生まれたのかもしれないですね、いろんなシュート。だから変わってんすね、多分。変わってますよ。はい。やっぱ変わってます。へぇー。渚選手はどうですか ?5 歳から始めて、はい、どういう歴史を歩んできたんですか。ずっとサッカーをしてて、ひたすらサッカー、どんな練習してたんですか。壁にずっとボール当ててました。まあでもサッカーを壁に体を当てて胸板当てて、そんな小学校からゴリゴリちゃうな。胸板すごいんですか。いや、すごい。やっぱディフェンスがそうですよ、胸板。サッカー好きじゃないんじゃないですか。ラグビーじゃん。あ、そんな感じで。でも服着てるとあんまり分かんないですよね。分かんないでしょ。隠してるんです。はい、厚みがあるんですね。すごい体してるでしょ。すごいんですよ。筋肉すごい、筋トレとか大好きっていう風に聞きました。あの川又選手はすごいですよ。あの若手をもう川又トレーナーの元、うん、若手がね、なんか、はい、頼んでなくてもアドバイスしてくれるっていう話を聞きました。アドバイザーですね。アドバイザー、はい、好きな食べ物。いや、契約しようかな。選手と。あ、なるほどね。小遣い稼ごうかな。なんか好きな食べ物、プロテインって書いてるの川又選手だけでしたけど。アホやな、ね、プロテインって書いてあったんで、あ、すごい筋肉大好きなんだなと思ったんですけど。筋肉は大好きじゃないですか。トレーニングが好き。タンパク質が大好き。タンパク質が好き。うん、そうなんですね。え、渚くんはじゃあ、壁に。そうですね。体を当てる。体を当てる。皆さんも今日からどうぞって。やめてください。はい。いや、でもサッカーそんなしてた記憶っていう、野球とかしてました。あ、そうなんですか。他のスポーツを。だってもう今の子たちってもうサッカー選手小学生から目指してもなんとかセレクション受けてとかっていうじゃないですか。そういうのじゃなかったってことなんですね、じゃあ。はい。練習はじゃあそんな感じで。そうですね。自由気ままに。自由気ままに。はい。近所の空き地でやってました。じゃあ当時憧れてた選手とかいますか。憧れてた選手。松井。ああ嘘。ゴジラ。ああそっち。そっちが。野球の方を見ること多かったんで。そっちですか。はい、そっちです。はい。なるほどね。はい、憧れの選手は野球選手だったわけですね。へえ、じゃあちょっと参考になりました。なりましたか参考になりましたかね。なんかアドバイスしてくださいよ、せっかくなんで。ちょっと、ね、いや、まあいろんなスポーツするべきじゃないですか。あ、逆に俺だって剣道やってたし、陸上、水泳、何やってたかなと思う。あ、習字。習字。いやいや、マジ習字、マジで習字力上がるからね。習字、うん、あ、でもさっき色紙にララポート岩田さん絵が上手でしたね。まあまあね。あ、なるほど、まあ、やっぱいろんなことをやって、うん、っていうことですね。一つに決めちゃわずに。野球選手にもなれんじゃねえかっていうぐらい俺うまいからね。すごい自信。ガチガチガチ、ガチガチ。オフシーズン俺結構野球選手ピッあのキャッチボールしたね。あ、そうなんすか。へー。坂本とか、藤浪とか、あと誰だおったん。あ、でもダルビッシュさんはやれんかったよ。やろうって言っとったんやけど。え、じゃあ お友達っていうか会ったことあるんですか。あるあるある。へー。トレーニング場が一緒やったよ。あ、そうなんだ。でもそこでもガンガン絡んでいきそうですよ、ね、余裕で。あ、ダルビッシュさんとか普通に言いそうです。余裕で普通に。へー。でもその社交性っていうのも大事ですよね、やっぱり。人間やからね、みんな。喋らんと何思ってるかわからんし。うん、俺が喋らなかったら本当に怖い人だと思うんですよ。ちょっとね、ちょっと怖いかもしれない。うん、そうですね。ちょっとなんか参考になることをじゃあお願いしますよ。俺がですか。はい。35億でしょ。いやでも練習っていうよりもサッカーが好きならずっとサッカー好きでいたらいいんじゃないかなと。
一つの、まあ、野球選手になるにしても、うん、まあ、いろんな夢に持つにしても、うんうん、そのことに対してずっと好きでおれたらいいんじゃないかなというふうに思います、うん、まあ、それが一番幸せですよね、はい、やっぱり自分の心に素直に。参考になりましたでしょうか、サッカー少年の皆さん、はい、じゃあですね、ちょっと小さい頃の話はこれぐらいにしてですね、ちょっと